すまない、つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ申し訳ない、ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないが、僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島な者から民を守ることなんだ。これを生業としているだけだ。誰かがやらなければならないし、大したことではない。ああすまない、少し話がそれてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくりこないか。いや気にするな。では最近周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない、妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか、いや大丈夫だ、よくあることだから。ならば今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会、仲のいい方と共にその度胸をお試しあれ。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現、飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今僕の気になっている手がかりだ。しかし肝試し大会が開催されるような地ならば、そこには何かしらの怪異が関わっているのではないか。この肝試しは奉仕としての試金石になるに違いない。きっと妖魔退治に必要な力と意志を試すものになるはずだ。それとも僕の解読が間違っているとでも？やはりこの中では肝試しが最も信憑性が高そうだ。さっきも言ったように、肝試しが行われるような地には何かしら怪異が絡んでいたりする。妖魔が潜んでいるに違いない。だがこの肝試し大会には妙なルールがあるんだ。絶対に二人で参加しなければならないらしい。普通？ああそうか、妖魔が現れた時に互いを助けられるようにという意味か。とにかくもし時間があったら僕と一緒に参加してみないか？お前は肝試しについて僕の知らない知識を持っているようだし、きっとお前の旅の経験が妖魔探しにも役立つと思うんだ。ありがとう、共に参加してくれる人を探してたんだ。そうと決まれば早速行こう。もし開催地に妖魔が出没するようなら本当に危険だ。
裁きの雷。僕を称えよ。皆様、どうかお気をつけください。中に入ったら周りをよく観察して気をしっかり持つんですよ。そして肝に銘じてください。決してお連れ様を一人にしないこと。一人になると余計怖くなりますからね。見ろ、係の者が参加者に忠告している。やはりここには何かがあるんだ。早く調査に取り掛かろう。お二人様、ようこそいらっしゃいました。仲が良さそうですね。実は知り合ったばかりなんだが。いえいえ、大丈夫ですよ。恥ずかしがらずに楽しんできてください。ああそうだ、出発の前にこの飲み物をどうぞ。これは体内の陽気を引き出して肝を太くする飲み物です。それに普段では見えないものが見えるようになったりします。ほら、ワクワクしてきませんか。陽気だと。鬼といえば陰、そしてそれを払うのが陽です。つまり陽気が必要となってきます。そんな飲み物聞いたことないが、まさか秘宝の類だろうか。それとも何かの薬剤。そんなことない。さっきからずっと怖いものがあるとあの者は言っているじゃないか。きっと強大な妖魔が潜んでいるに違いない。にしても万が一この飲み物に陽気を引き出す力があるなら、僕にとってはかなり危険だ。僕は純陽の体という希少な体質の持ち主なんだ。この体質は周囲の妖魔を追い払ってくれる反面、そのせいで僕の情緒も不安定になりがちでね。普段は暴走しないよう抑えてるんだ。外部から余計な刺激を受けない限りは。そっちのお兄さん、その顔どうやら疑ってますね。この飲み物が信用できませんか。美味しいし効果も抜群ですよ。何も心配はいりません。ではこうしましょう。どちらか片方が飲んで、飲まなかった方を守るというのはどうです。面白そうではありませんか。せっかくの行為、無下にはしにくいな。飲み物はこちらです。さあどうぞ、ゆっくりお飲みください。おお、気合十分ですね。それじゃ2名様入ります。飲み物を飲んだらなんだか。いや、なんでもない。早く先に進もう。ここが肝試し大会の会場か。想像以上に人が多いな。もしこの場に本当に妖魔がいたら皆が危険だ。念入りに調べないと。今のところ特に異常はないが、もっと周りを探してみよう。何か手がかりがあるかもしれない。参加者たちは危険があると微塵も思っていないようだな。彼らを守ってやらないと。ん？言ってる意味がよくわからないのだが。そうか？一理あるな。確かに僕はあまり娯楽に対して関心を持たないまま生きてきた。それに普段から妖魔退治と砲術の修行に時間を費やしてるしな。修行だけじゃない。自分の感情の起伏を抑えて体が暴走しないよう注意して生きてきた。だから遊んでる暇もなかったし、皆がどうやって遊んできたかもよく知らないんだ。さあ早く妖魔を見つけよう。どこから調べる？
これは間違いなく妖魔の痕跡だ。痕跡が薄いのには二つの可能性がある。一つは妖力が弱いから、もう一つはかなり前にここを立ち去ったからだ。どちらにしろ僕の予想通り、ここには妖魔が潜んでいる可能性が高い。いや、無謀の丘がこんな風になったのには様々な言い伝えがある。だがどれも根拠に欠けていてな。まあこのように変わってから妖魔を引き寄せるようになったのは事実だが、さて痕跡も見つけたし、これで妖魔に一歩近づいたな。肝試し大会なんかに誘わなかったらこんな怖い思いしなくて済んだのに。そう怒るなって。ほらここから出ればいいだけの話だろ。はあ、もう少し度胸があるもんだと思ってたんだけどな。それとこれとは別。すまない、盗み聞きするつもりはなかったんだが、ひょっとして妖魔に遭遇したのか。僕たちは妖魔を探しているんだ。もしよかったら詳しい話を聞かせてくれないだろうか。あんた誰よ。別に何も見てないわよ。何も知らないから私に聞かないで。お願いだから放っておいて。妖魔にも幽霊にも関わりたくないの。ああ誤解だ。僕はただそれの見た目と行方を聞きたいだけで。説明しにくいなら道を案内してくれてもいいが。道案内？私をどこまで連れてくつもり？いや、僕らが連れていくわけでは。案内をしてほしいだけで。絶対に嫌！はい、そこまで。それ以上言っても彼女の誤解が深まるだけだ。怖がってるのがわからないのか？そんなもん探したければ自分で探してくれ。すまない、悪気はなかったんだ。まさか怖がらせてしまうとは。そうなんだ、だからお前たちが遭遇した妖魔を見つけ出し、被害が広がる前に始末したいだけで。奉仕が妖魔退治のために肝試しに来るなんておかしいだろ。ま、事情は分かった。だが俺らは妖魔なんて言葉一言も言ってないぞ。そっちの勘違いだ。俺はただ彼女と遊びに来ただけ。ただま、こいつが怖がってるからもう帰るけど、お前らが探してるようなもんは見てない。強いて言うなら変な音を立てる黒い影を見たくらいか。礼を言う。それだけ分かれば十分だ。どうやら何かがこの地に潜んでいるのは確かなようだ。だがなぜ怖い思いまでしてこんなところへ遊びに来るんだ。奥が深いな。僕は妖魔相手に恐怖を感じたことがないからその気持ちを理解できそうにない。だが一つ分かったことがある。それはお前がすごいやつでここに誘ってよかったということだ。とにかく他の場所を探してみよう。ついてこないで。もうこれ以上付きまとわないでよね。そこまで拒否しなくてもいいじゃないか。とりあえず落ち着いてよ。ほらそんな怒らないで。もう知らない。一体何考えてるの。待て、それ以上動くな。もう大丈夫、怖がらないでくれ。今払ってやる。払う？あなた誰？何を言ってるの？ん？あれ？人間だな。すまない、早とちりしてしまったようだ。あまりにも拒んでいるものだから妖魔に襲われているのかと思ってしまった。
彼女はただ怒っていただけで。何が怒っていただけよ。誰のせいだと思ってるの？私たちデート中なのよ。なのにあなたと来たらただ入り口をうろうろするだけ。それじゃあ肝試しの意味がないじゃない。悪かったよ。それに今はこうやって一緒に歩いてるじゃないか。いやごめん、本当はちょっと怖くてさ、わざともたついてたんだ。僕が悪かったよね。他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘違いだったか。思わず飛び出してしまった。謝るから許してくれ。もう一度チャンスをくれないか。お願いだ。いいわ、私も大声出してごめんなさい。いいんだ、気にしてないよ。君は僕の大切なベイビーなんだから。やだ、急にどうしたの？もう。ただの恋人同士のようだな。うん、こんな危ないところまで来るなんて。邪魔しないでおこう。すまない、急に気分が悪くなってきた。少し休んでもいいだろうか。さっきの飲み物が原因かもしれない。体の中の陽気がざわついている。もし陽気が暴れ出したら、僕は自分の体を制御できなくなる。お前がいるから安心だが、極力迷惑はかけたくない。仮に制御ができなくなったら、妖魔よりも厄介なことになる。どこか休憩できる場所はないだろうか。そうか、わかった。お前も優秀な冒険者だしな。危なくなったらすぐに僕の名を呼んでくれ。ふう、疲れた。やっと休めるぜ。ちっとばかしやりすぎたか。何か腰を抜かしたやつがいたな。あ、ここは立ち入り禁止だぞ。まあいいや、全部聞こえてたんだろ。俺はここの鬼役で今は休憩中。暑いから衣装を脱いだんだ。そうだよ、本物の鬼なんかいるわけねえだろ。俺たちも参加者も本物の鬼が見たいわけじゃねえんだ。求めているのはただの雰囲気、あるいはきっかけ、そして最も重要なのは刺激だ。高鳴る胸の鼓動、そして恐怖と驚き、普段じゃ言えない言葉を口にできるのが肝試しの醍醐味なんだよ。よっしゃ、俺もそろそろ仕事に戻るか。あんたも連れと仲良くやれよ。おかえり。どうだ、妖魔はいたか。それってつまり、妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、また勘違いしていたのか。まずい、気分が悪くなってきた。全てが明らかになったことだし、もう理由エコーに戻った方がいいな。少し手を貸してくれないか。大丈夫、まだ平気だ。本当に大丈夫だから。